起業家の皆さんに同じ鉄は踏んでほしくないなっていうような失敗、なるほど、そもそも仕様の変わり目だねっていうことをそれぞれで話してたんですよね。あ、今の構造はもういかんともしがたいですね、うん、構造的な問題っていうことなんですね。はい、アドバカチャンネル前編に続いて、後編でも、はい、上原さんにお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。上原仁です。2006年に、マイネットという会社を創業して、その後マザーズ上場、そして、東証一部上場まで行きました。その後ですね、今年24年の3月に、マイネット の全役職を退任して新たにコアリスというチームを、仲間6人でスタートしたという、人間です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、前半にですね、マイネット創業から上場に至るまでの話をいろいろお聞きしたんですけど、それをまあ卒業して、まあ、ちょっと言えるところ言えないところあるかもしれないんですけど、うん、まあ、その過程と今コアリス何やってるかっていうところまでお聞きしたいなと思うんですけど。はい、ありがとうございます。マイネットの、上場前後から上場してから以降の、まあ、9年ほど上場企業経営やったわけなんですけど、はいはい、その9年間の部分っていうのは事業としては M&A ロールアップ、M&A ロールアップというビジネスモデル、要は M&A を重ねていくというケーパビリティを、自分持ちました、うん、もう一個はやっぱ上場企業経営者っていうのを、まあ、企業にもやるに至りました。ただ急速成長させすぎてその後成長が止まるっていうのを実は味わったというか、うん、やってしまったんですね、はい、すごく下手くそ経営だったなって今思ってるんですけど、ビジネスモデルに、よって持続的な成長をさせるための経営の仕方って、それぞれ違ってくるっていうことを、認識した、まあまあそのビジネスモデルっていうのについての、ケーパーがついたのと、でまあもう一個、上場企業経営者、株式会社っていうものの持ち主は株主さんですね。でその株主さんが最大の利益を享受できるような、経営をするというのが基本的に代表取締役という職業の、趣旨です、ね、うん、上場企業経営者っていうのを、やるっていう、まあ、ケーパー、まあ、この辺のものたちっていうのを、自分は、まあ、身につけてみたいな。でケーパー身につけただけではなくて、やっぱりそのプロセスの中ですごいいろんなこう課題とか、これからの起業家の皆さんに、うん、同じ鉄は踏んでほしくないなっていうような失敗っていうのをいっぱいしてきたなと、なあと、さまざまな自分の無知っていうのに後になって気づいて、でこの無知は無知なままで、例えば上場するとか経営をやり続けるっていうのはこれからの起業家の皆さんにはあまりしてほしくない、もったいないなと、はい、いうことを思っていたりします。なるほど、はい、なるほど、っていう経験があったんで、うん、一旦卒業して、はい、まあ、コアリスとしてやっていこうっていう、そうですね、まあ、そういう決断をされたっていうことですよね、はい、なるほど。4月にプレスリリースが出て業界でもう驚きがあってこのすごい目まで何をやっていくんだみたいな、あのみんなすごい話したんですけど、どういうことをやっていくかをまず最初にお聞きしたいなと、はいはい、コアリス今、まあ、DNA の元戦略役員の原田さんやウィルのパートナーだった、久保田さんや森浜の松本のパートナーである増島先生とか、うん、はい、いったような、まあ、かなり最強の、最強ですね、すごいですね、はい、本当そんなメンバーが集まることができました。で、うん、全員が、共通の、課題認識として持ったのはスタートアップにおける M&A、という、まあ、出口といいますか、戦略手法というものが、日本のエコシステムの中に存立してないことがこれからの、企業家にとってとても良くない、もったいない、うん、はい、このスタートアップ M&A っていうものをここから10年かけてでもこのエコシステムの中でしっかり成立させていくことをやろうっていうこの意気がこの6人たちで全員であったんですね、はい、なので、はい、これ一緒にやりましょうかなるほど、話になって、なるほど、うん、事業のことをいろいろ聞いていきたいなと思いつつも、ごめんなさい、興味本位で、はい、そのあのごっついメンバーがどう出来上がったかみたいなのもちょっと聞いてみたいな、うん、みんなも興味あるんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか？半年前ぐらいからそろそろ仕様の変わり目だねっていうことをそれぞれで話してたんですよね。ああ、それぞれで、はい、うん、起業家が幸せになる状態っていうのがなかなか正直作れてないのが今のエコシステムの現状だということなんかをこう例えば原田さんと例えば久保さんと、例えば松島さんとこう議論している中で、うん、それ同じ共通課題感じてますと同じ認識ですっていうのが本当に重なっていって、だんだんこのじゃあそろそろ一回一緒に話し合ってみましょうかって言って、昼間のミーティングをするようになって、なるほど、でその時にあやっぱり同じ共通、うん、同じ課題認識ですね、うん、これちょっと連続的にやってみましょうかっていう話になって定期化して、
で定期化してやってる中で、そろそろもうこれチームとしてやるっていうんでいいでしょうっていうふうになってやることになった。へえ、じゃあ結構自然発生的な感じなんですか。です、ね、なんか言い出しっぺが誰かいるとかそういうわけでもないんですか。それぞれですね、それぞれでやってた。でも、一番真ん中にこう最終的にハブになってくれたのは原田さん。あ、やっぱ原田さんがやっぱハブっていう感じなんですか、うんうん。業界の中でも相当経験も積んでるし、まあ、知名度も高い皆さんで、まあ、集まってやるっていうことで、まあ、すごいみんな注目してると思うんですけど、なんか今後どういうアクションでそのやっていくかっていう、はい、そうですね、今のエコシステムの課題を解決するっていうのが一番のこう論題なんですよ。なるほど、はい、でそれの手段としてのスタートアップ M&A ないしはスタートアップ戦略投資っていうものがあるし、うん、でそれの、参加者自体をしっかり広げていく必要があるねっていうのは共通認識としてあったりします。日本の IPO っていうのは、まあ、グロース市場、当初グロースというのがまあ入り口になっています。で、今最近平均って本当に、時価60億ぐらいです。で時価60億の上場銘柄って正直機関投資家には触っていただけない、規模感、小さい、すごい小さい規模感なんですね。でその小さい規模感な銘柄でも VC さんはその手前で、資金を注入して、当然その注入した資金っていうのをリターンとして返さなくてはいけないので、上場したら一定以上、ほとんどの場合 1,2 年の間には、売却をされない、くっちゃいけない、うん、でその株式売却された後の株式を本来だったら機関投資家のような方々が、バトンを受け取って上場企業経営におけるパートナーとして、はい、機関投資家さんが、存在してくれるのが理想なんですけども、今のグロース市場っていうのは小さすぎる銘柄ばっかりなので機関投資家を受けてくれない、結果的に需給の問題が発生して VC さんが吐き出す分供給型になって、この供給型によって株価がどんどんと下がっていってしまうっていうのは構造として、できてしまっている。これちなみに VC さんが売らないでよみたいなことを思う人いたとしたらそれはやっぱ間違いで、 VC さんは未上場時点の株式を買って、上場時点で、マネタイズするっていうのがビジネスモデルなんでね。でそのビジネスモデルに準じると今の構造はもういかんともしがたい、うん、構造的な問題っていうことなんですね、うん、ってなってくると、その今のスモール IPO を中心とするような EXIT の構造だけに頼っていたら、ともするとこれからの企業があって幸せにならなくなっちゃうっていう、課題に直面してると思ってるんですね、はい、うん、でそこを一つはそもそも上場、するタイミングっていうのは、まあ、60億とかでするっていうよりかはちゃんと300億とか1000億とか機関投資家がちゃんと見てくれるような規模感のところまでしっかり、時間をかけてグロース、させたり、ないしは、それだけの大きなタムのエリアで、勝負をするのが当たり前っていうふうにそのエコシステムの常識を変えていかなくちゃいけない。スモール IPO ではなくてしっかりユニコーン IPO が、当たり前な。でそのユニコーン IPO をしようと思ったら、そもそもの立ち上がり時点でこういう経営チームであるべきだと、例えば2周目の企業の人間が多く含まれている必要があるねとか、はい、本当の、大きな社会課題とともに、大きなタムを抱えているような、エリアで、勝負をするべきだとか、はい、本当に IPO を目指すんであれば、しっかりユニコーン上場できるような勝負の仕方をするっていうのが多分エコシステムとしてみんなで仕向けていかなくちゃいけないことだと思ってますし、はい、方やみんながみんなそんなどでかくしなきゃいけないのかって言ったらそういうわけじゃないんですよね。社会には様々な課題があって、その課題、小さな課題でもそれを、解決できるような企業家ってすごい素晴らしい存在なわけだから、うん、フェアバリューが60億円なぐらいの事業を作れますという人がいたとしたら、これ胸を張ってその60億円で M&A を受け取ったらいいと思うんですよ。うん、それが当たり前っていう風になっていったら、皆さんが様々な課題を解決しながら今までなかった事業を企業家が作り上げて、その企業家がよしやりきったっていう風になってビジネスモデルとして成立した時にはそれを買収して、でその後のことをちゃんと伸ばしていってくれるような企業がたくさんいるっていう状態になっていけばいい。なるほど、はい、なるほど、ありましたが、スモール上場じゃなくてユニコーン上場、うん、ないしは作った事業っていうものが、成立したしっかりと M&A の出口があるの状態、この2つのことをしっかりやっていくのが、ここから必要なんだろうということを思っているんですよね、うん、なるほど、はい、で特にその戦略的な M&A っていうのを増やしていくっていうのを、まずはプライオリティとして、コアリとして考えられていると、うん、そうですね、うん、この M&A の、買い手を増やしていったり、単なる売り買いっていうだけじゃなくて、やっぱりそのこの買い手がこの売り手と結びついた時に初めてこの売り手の事業がさらに伸び上がるみたいな、そういう戦略を共に描いたりとかモデリングしたりとかっていうことを、戦略を描き直した上で
M&A を成立させていくとかですね、うんうん、いうことが、はい、まあ、これから必要になってくる。あと、すごい大事なのは、よく言われるのは、その10億か20億以上の M&A って日本の中で全然ないよね、みたいな話があって、まあまあ、事実ないんですよね。はい、ない理由は、未上場株が高すぎるからっていうのがあるんですけれども、はい、まあ、これは VC さんたちが、今してくださってる値付けっていうものが、まあ、結構こうフェアバリューよりもすごくこう高い目につけてくださるのが当たり前になった。これって功もあるし財もあるっていう、うん、中で値段が高くなりすぎているから、 M&A バリューで見た時には、20億以上ついてるものたちが賠償正当化できるような、構造になっていることがほとんどないんです、はいはい、っていうのがある中で、多分その未上場のバリエーションっていうのも段階的に少しやっぱ下げていくのの方が、理にかなっているんだろうと思いますし、で、かたや20億円以上のものを買収しに行ってくれる、買い手っていうものはもっと増やしていかなくちゃいけないと。じゃあ今でもまあメガベンチャーの方々が、買収者になってくださってたりはしますけれども、メガベンチャーさんってまあ規模感としては日本でいうと数千億、うん、これをふっとこうアメリカの方とかに目を振り向けてみると、アメリカのスタートアップの買収者って誰かというと、もうほとんどガーファムなわけですね。時価いくらの人たちかというと、100兆円の人たちなわけですね。こっち数千億、向こう100兆円、ゼロ3つ違うわけですね。同じ仕組みで同じ通りにやれるはずはないんですよね。日本のメガベンチャーさんは、メガベンチャーさんはメガベンチャーさんで、メガベンチャーらしさで、スタートアップのことやデジタルのことをよくお分かり、だからこそ描ける戦略とともに、買収者になっていただくっていうのが必要だし、もう一方、じゃあ日本で100兆円とかに近い方ってどういう方かというと、今まあ JTC って呼ばれてる人たち。で、その大手企業さんをスタートアップの買い手として育んでいく、うん、ところに、まあ自分たちが出せるバリューがあるんじゃないかなということを思って、取り組んでいます。非常に説得力のあるストーリー展開で引き入っちゃいました。なるほどです、はい、なるほどですね。